はい、にがみ塾のにがみです。よろしくお願いします。英検準一級に出る英単語を解説していきます。今日はこの言葉です。Holistic。辞書には全体論のと書いてあります。要は全体的なというふうなことなんですけども、この言葉に似ているのが Whole、全体のということですね。いわゆる Whole Cake、ケーキの切ってない大きいやつですね。あの言葉でおなじみです。英単語は音が似ていると意味が似ているということが結構あります。ですので、whole cake と holistic、この2つをつなげて覚えてみてください。それでは今日はここまでです。また次回よろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。